優勝戦のメンバーです。12レースです。1号車片野梨沙、川口ハンデゼロ。2号車佐々木俊夫、川口ハンデゼロ。3号車須波和幸、山陽ハンデ20。4号車斉藤哲司、川口ハンデ20。5号車山田達也、川口ハンデ20。6号車若井智和、川口ハンデ20。7号車松尾博文、山陽ハンデ20。8号車中井大輔、川口ハンデ20。以上の8選手による12レースです。では12レース優勝戦、まずは思想をご覧ください。12レース優勝戦です。0-20の戦いです。0、2台並び、20戦が6台並びです。6号車若い選手、川口で連続の優勝となるでしょうか。前回祭は晴れで素晴らしい走タイム、人気に応える形で優勝しました。今日は舞台は変わりまして疾走です。第11レースの確定をお知らせいたします。12レース優勝戦、1号車片野梨沙選手をはじめ、ご覧の8選手による0から20のハンデ戦です。16時半がこの優勝戦の発走予定時刻となります。さあ、思想では若い選手は内側を走っておりました。このライン取り、板橋さんどうでした、はい、優勝戦の思想をご覧になって。若い選手のインコースも結構効いてましたね、見た感じは。さあ、タイムはどうなっているか見ていきましょう。1号車片野梨沙 3.70、 2号車佐々木俊夫 3.67、 3号車須波和幸 3.62、 4号車斉藤哲司 3.56、 5号車山田達也 3.60、 6号車若井智和 3.57、 7号車松尾博文 3.57、8号車永井大輔 3.61。 繰り返しお伝えします。1号車 3.70、 2号車 3.67、 3号車 3.62、 4号車 3.56、 5号車 3.60、 6号車 3.57、 7号車 3.57、 8号車 3.61。 なお総ロンドは10度です。12レースの思想でした。各選手雨の2連対率です。1号車片野梨沙 5.6%、 2号車佐々木俊夫 12.1%、 3号車須波和幸 37.9%、 4号車斉藤哲司 47.5%、 5号車山田達也 44.3%、 6号車若井智和 52.8%、 7号車松尾博文 30.2%、8号車中井大輔 47.3%。 以上 JK 発表の過去3年間のデータをもとに各選手の雨の2連対率でした。
ハンデ1ご覧の通りです。ゼロ2周の戦い、各選手ハンデが変わっておりません。ご覧の位置からのスタートです。以上12レースのハンデ1でした。12レースの締め切りは16時35分、発走予定は16時38分です。片野選手がね、朝は練習の段階で、まあ、ちょっとね、病んでましたので、このままちょっとブン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 走って乾かそうかなの話もしていて、はい、その時に、まあ、走るのもそうなんですけど、走路のお医者さんいないですかね、直してほしいですねって言ってましたもん。発想が可愛らしい、表現が可愛らしい。そう、お医者さん探してこようかなんて話をしてたんですが、残念ながら失走路となってしまいました。逆に失走路がいいと言っていたメンバーもいましたので、はい、そのあたりはちょっと興味深いですね。そうですね。でもね、思想ワーストタイムになってしまった片野選手、結果はどうなるか分かりませんけども、はい、まあ、今後につながる何かを ね、 得てほしいと思います。この優勝戦です。さあ、優勝戦オッズ見ていきましょう。2連単では今10倍以下というのは出ておりません。思想1番時計4号車斉藤選手の 3.56 です。2番時計 3.57、 6号車若井選手、さらに7号車松尾選手となりました。優勝戦占っていきましょう。思想の VTR です。さあ、板橋さん、思想タイム1番時計56、斉藤選手です。そうですね、あの見た感じも結構いってましたね。はい、ちょっと心配なのはその後ろの山田選手ですね。ちょっと外飛んでった感じで、あまり動きが良くなかったですね。その後ろの若い選手はインコース走ってましたけど、結構勝負になりそうですね、この動きは。あとその後ろ松尾選手ですか、ちょっと長い選手がね、ちょっと6位置大きかったですね。そうですね、はい、さあ、ご覧のハンデ位置になります。では1コーナーの展開予想です。さあ、20の角度がついているということで、20戦は枠なりの想定です。はい、はい、そうですね。これレースとしてはどう進んでいきそうですか。はい、これ0半2車、まあ、出てきますが、ちょっとスピード上がりそうもないですね、後ろと比較すると、はい、そうすると、まあ、まず津波選手が行きますが、斉藤哲司選手がね、結構勢い良さそうですね、はい、4号車ですね。そして6号車の若い選手はインコースから結構詰めていきそうですよね、はい、そして後ろ、松尾選手7番5番という形で追っていくんじゃないですかね。はい、はい、ちょっと長い選手これは厳しいかなって感じですね。今日長い選手、例えばかまして、この辺ぐらいに行ったらどうですか。そうですね、まあ、そこまで行ければなんとか後ろを抑えながらね、はい、行けると思うんですが、ちょっとその後ろぐらいだとちょっと追い上げが厳しくなりますよね。そうですか、はい、さあ、実際にこういう体制になったら、はい、どうその後進んでいきそうですか。ですね、もう僕は勢い的にはこの斉藤哲司選手がこれ先頭ゴールそのままじゃないかと、はいはい、そして若い選手がなんとかねインコースからね顔は出していくと思うんですが、伸びで斉藤選手に巻きそうな感じですね。その後ろですね、松尾選手7番、そして山田達也選手ちょっと動きがね心配ですけど、まあ、5番4番手ぐらいまではいきそうかなと、はい、はい、板橋さんはこのように見ております。ぜひ参考になさってください。では12レースのメンバーの雨の成績です。1号車片野選手、10月山陽8着、12月川口8着、1月浜松4着。2号車佐々木選手、12月山陽8着、12月山陽8着、12月山陽6着。3号車砂見選手、1月飯塚5着、2月の浜松で3着、2月の飯塚6着。4号車斉藤選手は12月から山陽川口飯塚の順で3走していますが、いずれも1着3連勝中です。5号車山田選手、11月の飯塚で5着、12月川口1着、1月伊勢崎2着。6号車若井選手、12月の川口6着、1月伊勢崎3着、2月浜松3着。7号車松尾選手、1月の飯塚優勝戦3着、2月の浜松で3着、2月飯塚2着。
8号車永井選手、11月飯塚7着、優勝戦で7着です。その後川口11月4着、12月1着です。それでは印を見ていきましょう。本命4号車斉藤選手、対抗6号車若井選手、3番手評価に7号車松尾選手、4番手評価には5号車の山田選手です。20丸4番斉藤選手につきました。はい、まあ一番時計ですね。そしてまあ20メートル角度ありますから、スタートもなんとかね、残していけそうですよね。はい、まあ、もうちょっとパーツの、馴染みが欲しいという話をしていました。以前から雨に関しては雨の方がスタートは切れるという話も出ています。対抗が6番の若井選手です。はい、若井選手はこれ572番時計で、まあインコースね、走ってましたけど、はい、結構インコースでも前へさばいていく勢いありましたからね、はい、十分いけると思いますけどね。最近晴れがいい分雨が良くないという話が出ていた若井選手、そうなんですね、ちょっとそのあたりが気になりますが、うん、なんとか若井選手いろいろとセットを探していきたいということです。3番手が7番の松尾選手です。はい、松尾選手もね、雨乗りますからね、これ2番時計ありますけどね、若井選手の外から、松尾選手は多分外側かましていくと思うんですよね、はい、十分勝負になりますね。自分の場合はブチでも大丈夫です、ブチも成績はいいですと自信たっぷりでした松尾選手です。まあよほど前の前のレースからこうインしか効かないんであれば、インのセッティングで、行くということでしたけれども、思想を見てる限りは外を走っていましたね、はい、一応外しか考えてはいないですよ、うん、ということでした。三角、おそらく山田選手もそういうライン取りが効いた方がいいと思うんですが、三角です、うん、そうですね、山田選手ちょっと大きくいってる割にはタイム出てなかったんですよね、はい、その辺がちょっと不安になるんですよね、まあ実績はありますからね、はい、雨は外一本、インコースは考えていませんと朝話していた山田選手です。今日は嬉しいことにスタートが練習かなり切れたということで、このあたりは自信あった感じの山田選手です、まあ、練習ですけどねとはにかんでましたけどね。いやでも山田選手の大きな課題でもあるんですよね、うん、スタートは。そうですね、片野選手、板橋さん、はい、ちょっと雨だとこの、ね、タイムだとねちょっと厳しいですけどね、はい、まあ、今朝ちょっと佐々木選手と、ね、片野選手いたところで話してたんですが、まあ、だから先輩にねスタート後ろ押さえてもらって、はい、どんどん逃げないよって言ったんですけどね、今日はちょっと無理ですよね。お二人ロッカーは隣同士ですから ね、はい、佐々木選手と片野選手、まあ、片野選手以前よりは雨に乗りやすい感じがしたと、今日の練習後お話しされていました。なんとかこう晴れで今抜群ですから雨でもいい方向に行ってほしいですね。2番の佐々木選手67、はい、佐々木選手もやはりねちょっと雨は厳しいかなって本人も言ってましたけどね、はい、ちょっと足んない感じですよね。うん、雨でもドドドが来てしまうということで、うん、ダンパーを普段1個しか使ってないのを2個にしてみたということでしたね。あ、はい、まあ、基本は雨は乗れないんだけれどエンジンとタイヤがたまに合うことがあるということで、うん、まあ、それ今日来そうですかって聞いたんですけど、うん、今日はちょっとダメだろうねって言ってましたけどね。ちょっと自信なさげでした、うん、佐々木選手です。まあやっぱり相手関係というのもあるでしょうね。そうですね、そうですね、板橋さん、砂見選手、はい、どうでしょう。砂見選手もこれ位置的にはねもう絶好の位置ですよね、はい、タイムもこれもう少し、60切ってるタイムだったらね勝負になりそうですけどね、はい、まあ、とにかく雨は大外大外が効いてほしいと話していた砂見選手です。8番の永井選手、はい、永井選手もちょっと6台6、1ちょっとタイムがね大きかったですね、はい、せめてやはりインコースの松尾選手と同じぐらいのね、うん、タイムが出てれば十分勝負になると思うんですよね。今シリーズはドドドに悩まされていました永井選手です。雨だとドドドがピタッとなくなるので本当に練習から気持ちよく乗れるとかなり笑顔でした、はい、珍しく雨希望という話をされていた。あ、そうですか。永井選手ですね。結構ですね外が効かないと厳しいかなという話はしていました、うん、インがよほど効いていればその走る努力はしますけどあんまりうまくはないですという話はされていた、永井選手。 あとはスタートですね。スタートは6台並びの大外、うん、
雨は結構空回りしないように切ってしまうので、目いっぱい行くということはできないので、1台2台抜こうという気ではなく、本当にまずはちゃんと切ることを目的にということで、まあ、いいスタートというより枠なりにスタート切れればということでした、はい、では予想をまとめていただきます。はい、バッシーポイン、永井選手ですね。やはりここスタートね決まれば、また後ろを抑えながらね走るチャンスも出てきますよね、うん、はい、永井選手 20m 大外、どんなレースになるのか板橋さんにお話をいただきました。優勝戦締め切り16時35分です。あ、優勝戦直前人気ご覧ください。4号車6号車中心に売れました。たくさんの上メッセージ届いています。片野選手はオートレース石狩の女子部の皆さんから応援メッセージいただきました。さらにはひふみ&パパ&ママさんから、そしてりさちゃん応援団さん、島岡さん、長谷さん、札幌のおっちゃんさん、ヒロさんから片野選手宛にいただきました。津波選手は SV カッチャウズさん、茶柱達也さん、桃太郎さん、斉藤哲司選手は鳩ヶ谷のヨッシーさん、若井選手はひろみさん、長井選手はカオルさん、そして群馬のふなっしーさんからいただきました。今シリーズもたくさんの応援メッセージ皆様ありがとうございます。さあ、この後は12レースの優勝戦となります。4号車1番人気では、優勝戦実況で楽しみください。今日の最終日は予報通り雨模様となりました。湿ったコンディションでの優勝戦です。トースポ杯、ハンデゼロ、片野梨沙、そして佐々木敏夫、 20m 津波和幸、斉藤哲司、山田達也、若井智和、松尾博文、永井大輔の 20m ラインです。明日のトースポの大見出しを飾れるか、4番の斉藤、1番人気山田、若い松尾というところにも支持が集まっております。そうでございます。さあ、5秒切りました。3秒前、トースポ杯12レース優勝戦スタートしました。 20m 線では1コースから3番スタビ、内側に変わって4番の斉藤、さあ斉藤がくるんと小回り、この辺りは3番のスナビをあっという間に捕まえました。さあ外からスナビが伸び返している、外からスナビが伸び返している、若い友和はインコースからバイクを伸ばそうとしております。前が混んでいます。前が混雑している。ここを通り抜けるのは誰か。先頭が上がっている。ここで若井が仕留める。若井が先頭に上がっていく。若井友和が先頭に立った。外からスナビ。さあスナビの動きはどうか。長井も来ているぞ。先頭は3番のスナビか、あるいは6番の若井友和か。4コーナーを立ち上がりまして、残りは4周回。6番の若井がこの段階ではわずかにリードを作りました。2番手スナビ、そして3番手4番斉藤、長井は今4番手の位置を回っております。さあ、スナビはやや息切れか。4番の斉藤が並ぼうとしています。先頭6番の若井友和、2番手スナビを食らいついている。残りは3周回。さあ、若井が軌道に乗りました。最近の雨悩み苦しんでおりましたが、明るい光明が見えてきた。6番の若井友和先頭、2番手は3番の津波和幸、4番の斉藤を食らいついていますが、ちょっとバイクは伸びない。逆に8番の永井が外から再加速してまいりました。残りは2周回。若井が先頭です。若井が先頭、2番手は3番の津波和幸、永井が切り返した。さあ、永井が自分の道を見つけたようであります。3コーナーに向かいまして、6番の若井を追いまして、永井、これは同期のガチンコ勝負。ラスト1周ブルーフラッグを通過しました。先頭は6番の若井智和、地元連続 V が見えている。2番手は8番の永井大輔、3番手津波、体勢は変わらない。3コーナーから4コーナーに向かいます。先頭6番の若井智和、地元連続 V、 もうすでに若井には春が来ている。今先頭ゴール、2番手永井大輔、
若い友和してやったり。長い砂波というところが続いておりましたが、躊躇なく迷いなくゴーイングマイウェイ、自ら決めた道を初志貫徹、外しませんでした若い友和。これで今年2回目の V、 地元連続優勝です。絶好調といえる若い友和、さらに進化する川口支部の司令塔です。頼もしきライディングでありました。ヘルメットを取ってたくさんの選手に祝福を受けています。少し横顔からは笑みも伺い知れました。6番の若い友和選手、今レイをかけました。人気にもされていたこの優勝戦、ちょっと最近雨は自信がないと話していましたが、そのコメントとは裏腹に実に自信に満ちた6周回でありました。若い友和、通算42回目の V です。確定をお知らせいたします。1着6番、2着8番、3着3番以上でございました。12レース優勝戦の確定です。優勝は6番若い友和、2着8番永井大輔、3着3番砂見和幸でした。優勝しました若い選手の競争タイム 3.622 でした。これで通算659勝目となりました。若い選手優勝おめでとうございます。払い戻し金です。2連勝短式6番8番2130円、9番人気。2連勝複式は6と8の組み合わせ1350円、7番人気。3連勝短式6番8番3番2810円、72番人気。3連勝複式は3と6と8の組み合わせ4240円、17番人気でした。その他の掛け式の結果はそれぞれご覧の通りです。さあこれからウィニングランということになります。まあ、雨晴れでね優勝しましたからね。いや正直ねもう今朝もそうでした、昨日もね雨に関しては不安が大きいと、であの今朝の練習走行も微妙な走路コンディションだったんで全然参考にならないというコメントで、正直表情としては本人としては不安がね、大きいのかなという感じの雰囲気でありましたが、いや頼もしき6周回でした。もともとは雨とってもね好きですから、素晴らしかったですね。いやでも今年若い選手楽しみな1年になりそうですね。そうですね、はい、この前の浜松の G1 競争でも優勝争いを展開しました。結果はね、はい、川口の阿部剛選手の優勝で幕を閉じたんですが、その後地元で強烈メンバー相手に優勝して、はい、しかも思想25と、ね、かなり出してきましたからね、はい。まあ、前回伊勢崎の G2 競争こそ目立たなかったんですが、ただ地元に帰ってきて両走路そしてこの雨を乗り切っての地元連続優勝です。42回目の V ゴールを遂げた若い選手、いろいろあの選手会の支部長としての仕事も、ね、多忙を極める中 で、 そうです、ね、ただレースの方でも全力投球、しっかりと本来の状況というのを作り上げての V ゴールでした。さあそれでは見ていきましょう、これ板橋さん、斉藤選手にとっては理想的な位置取りだったと思うんですが、やっぱり今日の傾向で、はい、あでもインコースが効かないというわけではないので、若い選手が効いてますもんね。若い選手はねインコース得意ですからね、はい、いいんですが、斉藤選手ちょっとやはり序盤ね小さめで行ってましたから、途中でもう少し切り替えるかなと思って見てたんですよね。でも砂見選手がまた見せ場を作ってました。そうですね、長井も来ているぞ、長井も来ている、先頭は3番の砂見か。いや意外だったのはできれば僕は外を走りたいと話していた松尾選手、本走行ってみたら内側を走ってましたね。この走路をやっぱり内側利く、もしかしたら思想で若い選手の後ろで見ていて、これは内側利くのかもしれない。そうじゃないでしょうかね、若い選手はやはりインコース得意ですよね。うまく思いますね、はい、
近の雨悩み苦しんでおりましたが明るい光明が見えてきた。6番の若い斉藤選手も若い選手の動き見てて、あ、じゃああんまり大きく行かなくてもいいのかなと、そういう感じかもしれないですね。でも永井選手も着々追い込んできてますね。永井選手がね良かったですね、頑張りましたね。永井選手は相当ドドドに苦労していたんですが、エンジンはかなりいいという、はい、お話をされていたんで、もうドドドが収まれば相当楽しみだということで話してましたので、あの基礎の時よりはね良くなってますね、はい、まあ、だいぶ開けてますけどね。8番の永井大輔、3番手スナビ、体勢は変わらない。3コーナーから4コーナーに向かいます。先頭6番の若い選手が今年2回目地元連続優勝、次回の G1 競争に最高の弾みをつけました。以上優勝戦 VTR で振り返りました。さあここで皆さんにお知らせがあります。若い選手が歌手デビューをしておりますぶっちぎりの青春なお、ぜひ皆様ゲットしてください。オートレースのテーマソングですよね、リメイクしてこの度発売が決まっております、選手のみで歌ってるバージョンもありますので、ぜひお近くの CD ショップでお買い求めください。今回はこちらを番組プレゼントとして用意させていただきました。ぶっちぎりの青春なお10名様にプレゼントいたします。必要事項書きの上、川口市青木 5-21-1、川口町とプレゼント係まで振るってご応募ください。3月6日月曜日の決心有効です。若い選手はあまり触れてほしくないなと話をしてました。あのコーラってね、この歌ってる感じ、あの表彰式の時にちょっとお話しさせていただいたんですが、もう本当に触れないで、レースより恥ずかしかったって言ってましたから笑っちゃって、いや、いい素晴らしい写真じゃないですか、うん、あ、表彰式始まりましたね、ちょっとご覧ください。川口で連続優勝となりました。そうですね、まあ、うまいこと言った感じです。はい、はい、ズバリ勝負どころどこでした。まあ、序盤のあれなんですけども、はい、あのまあ、1周目2周目がうまくいったのもありますけども、まあ、雨が止んで結構滑る走路になってたのが良かったですね。もう自分に向いたというか、インコース向きの走路になったので、はいはい、それが良かったと思います。着実にさばいていましたね。そうですね、はい、あの、はい、あの滑らないように走らせました、はい、あの後節は結構物足りないところもあったとお話しされていましたけれども、今日のレース自信ありました？いや、最近雨あまり良くなかったので、あんまり自信なかったんですけども、はい、はい、まあ、あの気合で頑張りました、はい、はい、そして見事一着ゴールです。ゴールした瞬間どんなお気持ちでした？うん、はい、うまくいくときはうまくいくなと思いながら、はい、この間の優勝もそうだったんですけども、はい、嬉しかったです、すごく。地元川口のウイニングラン連続でやりましたね。やっぱ地元が一番いいですね、はい、嬉しいですよね。はい、どうもありがとうございます。では最後にですね、ファンの方に一言お願いします。はい、はい、次解説記念がありますので、そちらも頑張りますので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ということでイベントホールの表彰式の様子を皆さんにご覧いただいています。引き続き表彰式を行いたいと思います。まあ、地元が特に若い選手は喜びもひとしおでしょうね。若い選手にこの後はすぐに地元のグランプリレースありますから、送られます。お願いいたします。これでも本当グランプリよくお政治でね、次の開催も楽しみですねって言いますが、うん、まあ、地元で一番期待を集めるのは、はい、今の状態からすると長い、はい、おめでとうございます。若い選手でしょうね。そうですね、はい、そして今日はスタジオにもお越しいただきました、ミストースポの方々から花束が贈呈されました。東京スポーツ新聞社板橋さん、はい、若い選手の優勝戦のレースぶりいかがでしたか？そうですね、あの前回地元の、ね、優勝戦も晴れで勝ちましたけどね、今日は雨でね、本当にやはりこう両方とも良くなりましたね。まあ、その非常に充実した状況で次回は解説記念、うん、若い選手今ほとんど伊勢崎の G2 が終わって、はい、今回地元開催、ま、次回また解説記念があるということで休みない状況なんですけどもね、はい、次回に期待したいと思います。解説板橋さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。若い選手の優勝をお伝えして、この辺で川口オートレース場から失礼いたします。東京スポーツ新聞社代表取締役者